このチャンネルではソシオニクスを紹介させていただくときはめまいさんのいざよいブログを元にいつも勉強させていただいてますありがとうございますありがとうございますリンクで貼ってありますので気になった方は是非と思っております今日紹介させていただこうとしている ESE というのが 倫理感覚外交の人がえとソシオニクスでは熱狂者というタイプの人で誠心誠意半端ない面倒見信じる気持ちが強いという特徴のタイプで ESE は MBTI のタイプの ESFJ とおよそ対応するタまあ諸説あると言われているですが倫理感覚外交の人で熱狂者と言われていますと ESE の基本的な性格としては誠心誠意半端ない面倒見信じる気持ちという特徴があるタイプで人と関わるのが大好き素直に喜怒哀楽を表現して 裏表がない、うん、僕は ESFJMBTI だと ESFJ だと思ってるんですけどもう裏表の人間ですよ、うん、空気とかどうすればこの場でよく見えるだろうみたいな、うん、自分が利益と思ってる方向のためにこの裏を出すか表を出すかっていうのを意識してるタイプなので空気ですよね空気を読んでる るつもりではいます。はい。何を出すか空気次第。次第ですね。はい。はい。優先されるのは空気うん。その場の正解。あ、自分が思うその場の正解ですね。なので、あの MBTI だと結構 ESFJ のところは、まあその何て言うんだろう。ここでも言われるその。 人のために何かしたいっていうのはあんまりピンとこないんですがそれ以外はピンときたりするんですけどこの説明だとその誠心誠意半端ない面倒見信じる気持ちっていうのを見るとやっぱり当てはまらないんですね全然ピンとこないですはいまた人の気持ちに敏感で困ってる人がいると放っておけない人を信用していて えと指針私心なく助けたり喜ばせたりすることができます、うん、僕はわた私心の人間ですよ <laughs>、うん、いいことする時はね。うんうん、ESE は情緒が溢れていて人と話すのが好き、うん、気分の上げ方や他人の励まし方を分かっていて、はい、自分の身近な人について話すのを楽しむ、うん、ESFJ の感情は急激に変わる 陽気で人懐っこいと思ったら次にはカッとなることもあります、うん、これはピンときますまた思いやりがあって愛想が良いあ、うん、りあわせのものから快適さを作り出すことができる、うん、贈り物をしたり他人が喜んでくれることをするのが好き、はい、イベントや予暇活動、うん、お祝いの会を仕切るのが非常にうまい、うんうん、面倒見が良い ESE ですが ちょっとでしゃばりなところがあります。うん、おせっかいを焼いて、うん、人の問題を引き受けてしまいパンクしてしまったりすることがある。うん、また鬱陶しがられたりすることもあるかもしれません。うん、なんていうことが書かれています。うんうん、では、モデル A、要は8機能を,、うん、を順に追っていきたいと思っています。はい、えっと、これですね。ESE、はいはい、のファーストが すする機能が外交感情ですはい、はい、この主導する機能というのは、うん、リーディングファンクション中心となる機能で目立ちさらに自分で自信がある、うん、でこの要はあなたのリーダーですというところが FE だと、うん、主導する FE をこのファーストに持つタイプは常に周囲の雰囲気に合わせ 雰囲気にに自発的的直接的に反応しますと人々が自身のしていることに打ち込めるような活動を探し出し作り上げますものの価値はそれが自分や他人の情熱をどれだけ沸き起こすかと直接に結びついていますこのタイプの人は自分が理想的だと思った方向に雰囲気をどんどん進めようとします 例えばみんながあまりにもうつうつとしていると思ったら冗談を言って元気を出させようとするし逆に危機的状況なのにあまりにもみんながのんきにしていたら真剣に集中してもらおうとするかもしれませんそれでも感情はできる限りありのままに表現されるべきだと信じていますというのがこの ESE にとっての主機能、はい、主導する機能ですね、うんはい、それでは、えー、引き続き続 ESE にとってのセカンドは、えー、と想像する機能は SI 内向感覚だと、うん、この想像する機能というのはクリエイティブファンクションと言われていて、うん、あなたの副リーダー状況を判断してそれをリーダー、うん、主機能に、はい、ファースト機能に伝えるのが仕事主導する機能に比べると 自信がなくて控えめだが控えめ、うんうん、判断するっていう仕事を任されすぎるとストレスを感じると言われています創造、うん、性に富むが一貫性は欠けていてブレやすいって書かれています、うん、でこの想像する機能をのところに内向感覚を持つ人は、うんえー、人々を穏やかな気分にさせたり楽しませたりする計画を立てるのが と得意ですと、うん、しかし自然とそういうことをしているというよりは、うん、個々の場面で必要性が生じた時にそういう振る舞いや技術を発揮するというのが常です。うん、主導する SI を持つ ESFJ、e、ES や、うん、SLIISTJ とは違って、うん、いつも穏やかで安定していることを 重要視してはいません、うん、この人たちは人の趣味や好みに調子を合わせ何かしてあげたりプレゼントをあげたりすることで友達や家族を喜ばせるのが好きです、うん、例えば整理整頓や掃除をして家の中を快適にするとか、うん、楽しいところへ連れて行くとかあるいは趣味を追求できるような機会や人を見つけてあげるということをします。うん、と書かれています、はい、やっぱりね 全然ピンとこないんですこの人のために人のためにっていうのがなんかあまりにもピンとこなくてですねはいはいなんか ESFJ ってそんなことなかったよなと思ってるんですね。m b TI で言うと ESFJ がニアイコールなんて言われてるんですけどあまりその人のために人のためにまあ自分自身があまりピンときてない。 でも人のためにやってる感はありますけどねあ行動が行動は自分のためですよでも行動はこうゴミ捨てたりするじゃないですかイライラしながらねうんでも僕絶対やらないですよやれって言われればやりますけど当番だよとか当番だよとか順番でとか気づいたら誰かやってねえだったら気づかないですもんそもそも嘘だ気づかないあ自分が捨てるときにゴミがいっぱいとかだったらやりますよ、はい あうん、もう捨てられないからもう1人分ぐらい入れる空白がありますもう1人分僕が入れてもう1人分入るんだったら、はい、その人がやったらいいですとかギュッてやったりそう <laughs> ギュッて、うんうん、なるほど